おはようございます。渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2023年1月11日です。 はい。えー、っとですね、しばらく、あの、動画の配信お休みさせていただいてたんですが、というか、あの、勝手に休んでいたんですけれども、今日はね、あの、いい記事を見つけましたので、本当は昨日のうちに配信したかったんですけどね、ちょっとね、寝ちゃったんですね。あの、なんか寒いなと思ってたら眠くなってしまって、はい。で、あの、お伝えしたい記事があったということと、あとね、やっぱりあの、お礼をお伝えしたくてですね、やっぱり動画配信しようと思いました。であの、今日はとてもね、いい記事をこちらの方でね、あげてくださっているので、こちらを、 お届けしたいと思います。体の safe and s c a n d a ということで、はい、体の安全でスキャンダルとは無縁だという、そのようなことがね、まあ、どうしてなのかという、あの、体のファンの方はね、もう、あの、そんなことは当たり前と思うレベルかもしれませんけれども、この記事でね、その理由を挙げてくださっていますので、こちらをお届けしていきたいと思います。 はい。で、あとあの、今後の、えっ、ー、と、配信、今後どんな風に配信していきたいと思ってるか、ということと、あの、早速、えー、お礼を言いたいことがありますのでね、もし、あの、最後まで聞いてくだされば、大変嬉しいです。ということで、まずこの記事。 から行ってみましょう。はい。カルダノは安全でスキャンダルとは無縁ということで、こちらは昨日1月10日付の記事になっています。カルダノには強力なコミュニティ、持続力、技術的な優位性があることが立証されているとね、のっけからこのようにね、あの、褒めてくださっています。安全でスキャンダルとは無縁の技術に特化した企業として、その信望から恩恵を受けることができる。 といいう,うに言っっててくださっています暗号通貨のサイクルが進みにつれどのプロトコルが持続的な価値と耐久性を備えておりどのプロトコルが長期的な存在感を維持する可能性が低いかが明らかになるということでいろいろねあの明暗が分かれてくるということを言っていますね。 はいえー、最安値のサイクルに入っているときは状況を見極めるチャンスであり中長期的な視点に立っている人は将来の上昇への動きを見越して蓄積を心がけるかもしれない2021年暗号市場が極めて強気だった頃に顕著だったのは注目の対象がビットコインやイーサリアムから移行しカルダノに大きな注目が集まったことであるカルダノのトークンであるエーダは2020年初頭の約0.03ベドルから20 1>, 1年初頭には0.18ベイドルほどに高騰し、2021年9月には3ベイドル超の高値を記録した。他の暗号通貨と同じく、エイダはその後0.27ベイドル程度まで下落したが、今後は強力なくパフォーマンスと長期的有用性を発揮すると考えられる確固たる理由がある。忍耐強いコミュニティ。ね、嬉しいですね。こんなうにね、評価していただけると。 暗号通貨のツイッターはセンチメントや支持率を測るのに有効な場でありカルダノが活発で圧倒的に忠実なコミュニティを要していることはそこからも明らかだその上議論の的として技術,技術や分散化に強く焦点が当てられており価格投機のみを論拠としているわけではないまたカルダノは暗号分野の他のセクションから容赦なく批判されあからさまに軽蔑されていることも注目すべき点だしかしこれをネガティブに捉えてはならない 重要性のない製品やネットワークは、肯定的にも否定的にも注目,されない注目されない。カルダノが疑念や嘲笑を受けるということは、好むと好まざるとにかかわらず、強い存在感を保っており、無視できないことを意味するのだ。 はっきり、ね、言ってくださってますね。嬉しいですね。<laughs> はい、でさらに、体のを取り巻くコミュニティは、果てしない忍耐力を持って敵意を吸収し、体のプロジェクトに自信がないなどと示すそぶり,、えー、りもなく、技術開発を監視しつつ、エーダーを極めてシンプルなプロセスでステーキングできることに満足しているようだ。 エポックごとにね、あのまた報酬が入ってくる、もう感謝だっていうふうに、ね、ツイートしてらっしゃる方いらっしゃるんですよね。はい。で、持続するパワー、カルダナは2017年にローンチして以来、一貫して暗号通貨のトップ10、ランキングにステーブルコインを含めるかどうかにもよるが、かまあ、あのランキングのトップ10に入っているか、そのあたりをキープしている。 これ,これに先に述べたコミュニティの要素を加えると、強力な基盤があるように思え、どのようなサイクルが展開されようと、どの新しい競合が時には積極的に市場に押し寄せようと、カルダノは簡単には消えないという感触がある。 暗号に関しては、現段階では生き残ること自体が困難なため、極めて若いエコシステムの中では相対的にその長寿に大きな関心があると言える。ということで、いろんなプロジェクトがね、こう、現れては消えていく。もう生き残ること自体がね、まだあの、えっ、ー、とこ、困難、困難な、あの、 状況だということですね。暗号通貨のエコシステム自体が、えー、その中で生き残っていく、なな長きにわたって、ね、生き残るということが困難であるからこそ、この中でね、あのまだこう存在を保っている、まあ、つまりあの、まあ、寿命がこう長くなればなるほど、それだけ、ね、大きな価値があると言えるのではないかと言ってくださっています、えー。暗号ネットワークが長い間存在し続ければし続けるほど、また可視化されればされるほど衰退する可能性は低くなる。 技術的な優位性。カルダのネットワークやは NFT や DEX および他のアプリケーションによって作られた新しいトークンなどの二次トークンは完全にネイティブであり、ADA そのものと同じくらい簡単に扱うことができる。カルダのはビットコインの UTXO モデルともイーサリアムのアカウントモデルとも異なる EUTXO という会計モデルを採用しており、それ自体に大きな利点がある。 ほとんどの投資家、そして実,実用性が優先される実際のユーザーは、その裏側を見ることはないかもしれないが、カルダノは安価に取引ができ、安全で効率が良いことが大きな特徴である。さらに、このネットワークは分散化を重視しており、競合のイーサリアムよりも中央集権的でないとの分析も上がっている。また、カルダノの創始者であるチャールズ・ホスキンソン氏は、分散型ネットワークの利点に本腰を入れて取り組んでいるようである。 異なる特徴について。カルダノが他の暗号通貨と異なる特徴を持つ要因として挙げられるのは認識のされ方やパブリックイメージである。さっき述べた通り、カルダノは暗号業界で別視されることが頻繁にある。カルダノはイーサリアムやソラナのようにオシャレで魅力的と思われることはなかった。カルダノは素,素早く動いて状況を崩壊させるというメンタリティには賛同しておらず、時折過度に学術的な印象を受けることもある。 オンラインでのクリプトに関する雑談ではからかい半分にあれやこれやと悪く言われることもあるだろう。しかし、初めて暗号通貨を手にするこれからの個人投資家から見れば、カルダノは単に類を見ないほど魅力的な提案になるだろう。 ビットコイン、イーサリアム、いくつかの犬コイン、同時コインや柴犬に続きカルダノはブロックチェーン初心者に馴染みのある数少ない暗号通貨の一つだ。また、上位暗号通貨の中では唯一臆することなく慎重で節度のあるアプローチをとっている暗号通貨であることも間違いない。 まあ一言で言うとね、真面目ですよね。はい、真面目なアプローチをとっています。まあ、そのために、いわゆるこの、こうユーザーがと飛びつきたくなるようなね、ものすごくこう、こうあ新しい、真新しいっていうんでしょうか。真、えーまあまあ、新しくてこう、いわゆる儲かりそうなあの、そういうふうに見えることっていうのはね、なかなか体のカルダーナーはないんじゃないかなと思います。まあ、その頃にはね、例えばあの、デックス、あデック あの、デックスで、まあ、イールドファーミングとかね、2021年すごい、あの、大部屋あり、大流行りでしたけれども、体のでね、あの、その、もうデックスがすでに準備されてて、あの、多くのユーザーが使えるっていう状態にはまだね、あの残念ながらなっていなかったと、やっと、あの、まあ、スマートコントラクトが実装できるかできないかというところでね、あの、やっていたこともありますし、まあ、それでもね、あの、そういうことが、 を体のカルダノは、あの、早くプロダクトを出すことを目指しているのではなく、安全でね、あの、世界中の方たちに安心して使っていただける、そういうものを、あの、長期にわたって、その、そういうサービスを提供することを目指していますので、まあ、そこはね、あの、魅力的に見えないっていうことは、ちょっと差し置いてでも、あの、他に優先事項があるということで、あの、まあ、慎重に取り組んできました。ということで、先に行きましょう。え、このようなパブリックイメージは、現在の暗号通貨の評判を、 考慮した場合特にに重要になる基本的に FTX、アラメダリサーチ、テラルナなど2022年に起きた破綻によって業界全体の名声が泥の中に引きずり込まれ暗号の大虐殺という図式が出来上がったこのことを考えると今後の強気相場では不注意な体制によって評判を落とし無防さや犯罪性に染まらずにいるプロジェクトや,、えー、プロジェクトや製品が 関心を集める可能性が高いと考えるのが妥当と思われる。つまりそれはビットコインで、そうは言ってもビットコインは常にユーニークな存在だった。イーサリアムはネットワーク効果を味方につけたことから、これを上回るとも考えられ、Web3 開発の中核を担っているとの主張もできる。 未だ世間の目には、ツートップはこの二銘柄であるが、カルダノはその信用により、安全でスキャンダルには無縁であるとの項目を満たすことができ、適正な指標のもと、独自の条件下で長期的に大きく成長するか、えー、余地があると言えようというふうに言ってくださっています。すごくこのね、この先のポテンシャルを見据えてね、あの、 体のこう、まあ、適正に理解してくださってる記事だなと思ったので、お届けいたしました。ということで,ですね。ちょっとあの話題が変わりますけれども、今、あの、この YouTube 配信の他に、今、まあ、ブログの記事の方もアップしていまして、で、早速、まあ、お礼を先にね、あの、申し上げておきましょう。このようなブログなんですけれども、えっ、ー、と、今、どういうことになっているかと言いますと、こちらです。えっ、ー、と、えっ、ー、と、昨日、あ、9日の PB ですね。あの、9日、 の、あの、PB についてちょっとお伝えしていきたいんですけれども、あの、あ、i t t e r で、この、例えばこのようにですね、はい、あの、えっ、ー、と、か、過去、まあ、過去上げた動画で、あの、いい内容のものがあれば、改めて、あの、ブログにアップしたりとか、あと、あの、YouTube で配信していない内容も時々アップしています。で、あの、なんでそのように分けてるかっていうのは後で言いますけれども、まあ、このように、あの、まあ、過去に、えっ、ー、と、げたい YouTube、 の内容でいいものがあれば、この記事にさせていただいているんですけども、まあ、こんな風にね、あの、あ、これはあの、ビット、えっ、ー、と、あ、ちょっとね、なんか、ダラダラしちゃいますね。こんなこと言ってますとね。えっ、ー、と、あれ、どこ行っちゃったんだろうな。えっ、ー、と、前に配信した内容でね、あの、あ、これ改めていいなと思ったんで、上げさせていただ、あ、これですね。はい。あの、こんまあ、この、えっ、ー、と、ビット、 クリプトボーイクリプトというチャンネルを運営していらっしゃるベン・アームストロング氏という、あの、えっ、ー、と、あ,あのクリ、クリプト業界では、あの、すごく影響力のあるインフルエンサーさんが体の押してくださっている。まあ、そういう内容がね、あの、読んでるうちにはこれいいなと思ったんで、ブログにさせていただいて、まあ、このようにあのツイートさせていただきました。まあ、他にもね、記事を上げたんですけれども、はい、あの、そう、まあ、そんな中で、あの、 まあこういうふうにしていますとね、あの本当にね皆さん素直なんで、たくさんいいねもいただいたりとか、あとブログを、ね、あの訪れてくださったりした結果ですね。はいあの えっと、9日が 147PB で、あの、PB 数としては全然大したことないんですよね。で、あの、こ、えっ、ー、と、こちらは、えっ、ー、と、昨日10日の PB なんですけど、これはあの、200、さっき見た 226PB だったんですね。で、このようにあの、大した数ではないんですけども、この A8net さんのブログっていうのは、大体あの、ま、健康食品であるとか、そのアフィリエイト用のブログなんで、アフィリエイト、 しやすい内容っていうのでしょうかね。そういうものになると競争率が高くなるんですが、あの、私はその経済分野、経済株式金融、こちらの、あの、ま、カテゴリーで挙げさせていただいているので、あの、そんな大したことない PB であったとしても、順位としてはですね、えっ、ー、と、あ、これがその順位なんですけど、まあ、トップ5には入っていません。ところがですね、 はい。あの、9日のさっきの 147pb だけでもですね、はい、トップ8にね、入ることができたんですね。で、これが、あの、キシクはですね、あの、体ーダの今、えっ、ー、と、あ、こちらですね。はい。はい、体のダ,ダの順位が今ね、あの、トップ、えっ、ー、と、 え、8位になっています。で、8位で42円23銭。急にね、あの30円台から急にあの40円台に、昨日あたりからこうぐんぐん上げてきて、まあ10位の方もですね、9位だったのが8位になっています。ということで、まあこうやってね、あの、 えー、価格が上がってきた時にね、出てくる YouTuber っていうのは嫌だろうなと思って、昨日はね、配信を控えて、あの、昨日と,という、か一昨日か、一昨日はね、配信を控えていたんですけども、まあ、たまたまいい、あの、記事が見つかったので、ということで、まあ、その、えー、カルダノの順位と同じ、この8位をね、あの、8位になることができましたということで、これはね、ちょっとお礼を言っておかなければと思いまして、本当に Twitter でね、私の記事を見つけてくれて、あの、このように、えー、アクセスしてくださった。 また、あの、まあ、リスナー様には本当にあの、あとツイッターのあのフォロワー様にはお礼を申し上げたいと思いました。本当にありがとうございます。そしてまた、あの、え、これが140、えっ、ー、と、あ、この PB が200を を超えた、このブログがえ PB が200を超えるというのは、あの、昨日が初めてだったので、またね、あの、昨日の分の順,順位がね、上がってくると思うんで、これもまた楽しみだなというふうに思っています。ということで、あの、今後の、まあ、配信なんですけども、やっぱり今までね、様々な記事を訳してきた中で、それ全部今まではね、あの、YouTube にアップしていました。ただ、正直な話、例えば、技術的なこととか、これ大事なことだから書き留めておきたいなっていう程度のことですと、やっぱりなかなか なんかか YouTube 的には、ね、もう帯に短し、たけき流しみたいな、ね、あのそういう記事があの結構あったのも事実で、まあ、そのような 記事に関しましては、あの、例えば技術的なことっていうのはね、あんまりつらつらと YouTube で読み上げてても、まあ、あの、まあ、正直、こう、面白くないって、ね、感じる方もいらっしゃると思うんですね。あと、あの、価格分析だ,だけだったりとか、なかなかその内容があって、体の熱量が伝わって、なおかつ、あ、これ価格上昇につながるかもみたいなね、あの、そういうこう、ワクワクするような内容も織り混ぜるというふうになってくると、やっぱり一つの記事を上げただけでは難しいっていう点もありまして、まあ そういう意味ではあのブログの記事でしたらあの好きなように、ね、記録しておくことができるという意味であのこのように挙げさせていただいております。なので、まあ、このように、ね、カルダノをよく評価してくださっているだけど、これだとちょっとあの抽象的で漠然としててからん、まあ、熱量は伝わってくるしいいっていうのはわかるんだけどじゃあ具体的にカルダノってどういうことをやっているのっていうことに関してはやっぱりあのもう少し細かくねあの 細かくこう描写している記事を上げていくことも大事かなと思いまして、YouTube に上げていないこのような記事もね、最近はあのブログに上げさせていただいています。あと、えー、とえ まあ、なんか、用語、あの、体の用語ってね、結構難しいものも多いんで、まあ、それに関しては私もね、自分で配信していながら忘れてしまうことがあるんですね。なので、用語に関して、あの、知りたい方はこういうところで、あの、検索して、カチーナとか書いてありますね。で、カチーナってのは論文なんですけども、これは、あの、チャールズ・フォースキンソン氏が去年の11月18日に、あの、インプット・アウト・スコット・フェストっていうのがありました。で、そこでの、あの、そこで、まあ、公演が、基調演説があったんですけども、その内容もこちらに、 上げててありまして、まあ、その中で、さっきのカチーナという論文ですね、はい、が出てくるんですけども、それに関して知りたかったら、ここで検索していただければ記事が上がってきたりということで、まあ、ブログに残しておくというのは、すごく便利だなということもありまして、はい、このようにあの、まあ、ブログを今もつけていますので、まあ、YouTube とこのブログ あとは適度に、あの私マイペースなんであの、お休みをいただきながら、英気を養いつつあの、配信していきたいなと思っておりますので、まあ、今後とも YouTube、そしてこちらのブログの方もね、たまに遊びに来ていただけるとね、大変嬉しいなと思います。でこのじあの YouTube の,あの概要欄のところ、もっと見るのところを押していただけますと、あの概要欄が出て、あ、もっと見るんっていうのかな、今。 あちょっとすいません,なん。なんかちょっと仕様が変わったんですけど、まあ、概要欄を見ていただけますと、このブログも貼って URL 貼っておきますので、遊びに来てくださったら大変嬉しいです。ということで、ちょっとね、長くなってしまったんですけども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。